実況パワフルプロ野球ヒーロー。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロヒーローズやっていきたいと思います。こちらは 3DS で発売された、パワープロの新作ですね。でヒーローズモードっていうのがメインになると思うんですけれども、こちらは、パワープロ2016にあったパワフェスですね、これと同じようなモードだと思います、前情報的には。で基本的にはあの試合なんで、あのパワーフェスね、1回だけねアップしたんですけれども、もうね試合がド下手すぎてもうその後一切アップをしなくなったっていうあれがあるんですけれども、こちらの方もね、頑張ってやっていきたいと思いますので、内容はね多分ド下手だとは思うんですけれども、長い目で見ていただければと思います。じゃあちょっとヒーローズモードやっていきましょう。ヒーローズで、これをさらにね 3DS でやらないといけないっていうのがね、操作的にまた下手さを醸し出すんですけれども、ゲームスタート、1日目からスタート。ああそうか、名前か。最初なんでいつも通りミカミックスでいきますか。これ何も入れないでやると勝手に名前決まるのかな。サクスペとかはね、もうそのままデフォルトの名前でやってるんですけど、これは最初なんで入力していきますか。で、OK と。ここで設定した称号、なるほどね。北九州とかあるってことは、関東ってあるの？千葉県出身なんで関東でいきましょう。関東の、なんだろうね。結構いっぱいあるね。関東のイケメンとか絶対違うからね。プリンスとか男前とか。何がいいかな。ここら辺まだ解放されてないんだ。ってことは、ここら辺で選ばないといけないのか。関東のね、ここら辺が野球関係ですね。ここも、野球関係で、ないな、合うのがないな。関東の王子様ですかね。絶対違うし。そんなキャラじゃないし。右投げ右打ちでいきましょう。多分左とかにすると若干能力下がると思うんで、で最初はねやっぱりファーストでやっておきますか。あんまり守備をやらなくていいっていう。スタンダードで、スタンダード1でいいでしょう。で、ホームランはね、狙っていきたいんで、力の強さと。上級とか、まだできないんだ。ゲームレベルの違いっていうのが下に出てますね。一応上画面と下画面は、同じ感じの大きさで、今回は出していこうかなと思います。初級だとロックオンがレベル3か。中級でロックオンレベル2。ランナー操作と守備操作はマニュアルである。敵の強さは中、経験点はたくさん。一応中級でもたくさんなんだ。で上級だとがっぽり、中級ですね。守備の方もやっていきましょう。この守備がねほんと難しいんですよね。フライでもねフラフラしますからね。刻まれた野球の起源、それは遥か南方の島で偶然見つかった。発見された遺跡、そして石板に刻まれた古代野球の記録。古代人は究極の野球能力を追い求め、野球大会を開き戦い合ったという。究極の野球能力とは何なのか、謎の解明に名乗りを上げたパワフルテレビは現代にその大会を復活させると宣言した。パワフルベースボールクラシック。ある日俺のもとに一通の招待状が届いた。
パワフルベースボールクラシック、あの遺跡の島で行われる野球大会だよなって知ってんの？あ、そうかそうか、一応テレビで放映されてんのか。ただの高校生の俺が出られるなんて超ラッキーじゃないか。ってか、なんで来たの？夢のような出来事に俺は有頂天になっていた。究極の野球能力、それがあればプロ野球選手になる夢だって叶うかもしれない。それから数ヶ月後、俺は今船の上にいる。あれが大会が開かれる島か。いよいよだな。すごいでやんす、遺跡だらけでやんす。こうして俺は親友の矢部君と共に古代文明の島パワフル諸島に降り立ったのだった。簡単に来たな、ざわざわ。しかもここら辺結構パワフェスと下りが似てますね。船から降りるときに案内並ぶなんて思わなかったでやんす。ああ、感染者もいるのね、かわいい子。いいな矢部君、いつの間にそんなこと。緑で表示された矢部のように、あ、バックログで確認できますと。パワフルベースボールクラシック受付でエントリーを開始。行ってみましょうと。お、日野くんがいる、日野くんが。ここが球場。小川美和。かわいこちゃんでやんす。ストレートに言うね。そんなこと俺がさ言ったら即逮捕だからね。特別招待なんだ、しかも。ミカミックスさんのチームのマネージャーです。あ、そうなの、俺のチームなの、なんで選ばれたの、マジで。俺がキャプテン、どうしてでやんす。特別招待選手は優先的にキャプテンになれる権利があるんです。ああ、え、何これ、操作的な問題かな。まあやりましょう、普通にやる。1チームに最低9人いないと試合ができません。まあそりゃそうだよね。専用のチームが用意されていますと、招待状にも書かれています。そういうのはねちゃんと読みましょう。招待選手は相手チームから好きな選手をスカウトすることができます。まあ試合に勝てば。最初のチームはそれほど強くなさそうです。メンバーの人たちに失礼だな。早めにチーム力を上げないと勝ち進むのは難しいなと。チーム名、オイラに任せるでやんす。愉快な矢部明夫と仲間タチーズ。うん、これだ。パワフルヒーローズ。ヒーロー。仲間はみんな主役です。ヒーローです。かっこいいでやんす。調子が1上がった。あ、好調になった。なんか金があるな、1万円。予選ラウンドに行って、あ、これはあれか、バックログか。まもなく開会式が始まります。出場される参加選手の方は来てくださいみたいな感じかな。メイン会場、かわいこちゃん選手がたくさんいるでやんす。女の子しか見てないんだな。あ、熱盛だ、熱盛。パワフルベースボールクラシック、いよいよ開幕か。数千年もの遥か古代、この島で行われていたという野球大会、パワテレが現代に復活させたと。熱盛が多分実況するのかな。そうすると、究極の野球能力、チャオとか言うんだ。試合についての、準備、あ、やる気が上がるねって言って。確かに可愛い。評価とかあんのかな。彼女とかできるの、そもそも。どうしようかな。確かに可愛い。もう素直に行こう。あ、ミカミックス君はダメでやんす。なんで。オイラのものでやんすって。あー、矢部君の言う行動。あ、好感度あるね。行動、能力って初期能力。オール F くらいか。パワー。パワーアピールにしたのに F39 で、あと特殊能力的にはこっちかでね。そう、ちょっとねやってみて思ったんですけど、これ結構画像荒くないっすか。結構なんかジャギジャギ感があるんだけど、まあ、ここら辺はいつもの通りですね。パワー比、アベ比、フルヒタ、広角タ方、片目打ちとかで、下の方に何があるかだよな。あ、いぶし銀までか。内角丸とか、なんかそういうのはないっすね。
ここら辺は経験点で取れるのか、選球眼とか調子安定とか。よし、 OK。 あーと、そう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 、関係ないけどピッチャー、変化球はまあいつもの通りかな。最近のパワープロに準じてるかな。前はね、なんか S スライダーとかなんかそんな感じだったんだけど、スラーブになってますね最近は。俺そこら辺の球種よくわかんないんだけど、もう縦に落ちるスライダーとか言われても何それっていう。チーム情報を見ましょう。選手データ、矢部くん、矢部くん弱くね。そうか、レベル1だからか。あと45って多分経験値ですよね。そうか、でもまあ今のところは矢部くん戦力だからな。これは土本、コントロール D、スタミナ F。球種は2種類。尾崎、スタミナ E。ダメだ、これ先発を任せられるのがいないな。こいつコントロールいいな。系統策で行くしかない。キャッチャーもしょぼい。ファーストは俺がやる。セカンドも、セカンドを任せられないな。サードもしょぼい。ショートは若干守備がある。外野。てか外野足んない。あ、違う、矢部くんか。ギリギリだな、こいつら。マネージャー。好感度15。スキル。モチベーター。発動スキルとかないね。表示切り替え。モチベーター。試合前に不特定の選手の調子を1上げてくれる。これもさ、文字普通に読みにくいんだけど。なんかもうちょっと画像を綺麗に作っていただきたかったけど、まあ文句を言ってもしょうがない。まあオーダーはこんな感じですね。自分3番か。まあ似たような能力だからな。パワプール諸島のどこかへ出かけますと。あら、お出かけですか。基本はフリーですと。遺跡の探索か。島の地図もあるので見ながら行くといいです。自由行動日の行動コマンド。練習は練習場やスポーツジム。それ以外にも練習できる場所はありますと。お金でアイテムも買えますと。仲間になってくれる選手もいるかもしれないです。お、マジで。なんか出てきたね。レトロ研究所。なんだこいつら。誰でやんす。あの人こっちを見てるでやんす。誰。あ、山崎花子じゃん。やっぱり似てるって。お、俺のファン。っていうかさ、まだ俺社会人になってないよね。あなたを応援してるから頑張ってね。対戦グッズマートでバイトしてると。ロックオンバット。守り自動くん。呼吸自動くん。走り自動くん。なるほどね。いいなぁ。俺も綺麗なお姉さんに応援されたいなぁ。好感度が上がりましたと。対戦グッズマート。ハロー、あ、この人。なんだっけ、もう名前覚えてない。練習場、スポーツジム、海浜公園。頭運転頭マウンテンみたいな感じ。片田滝なんじゃそりゃと。どこ行こうかな。じゃあちょっとこの人のいるところに行ってみましょうか。ハローバイト。ハローバイトにやった。ハローアのパクリもしやあ、そうそう、七瀬遥だ。資金不足の方のために短期アルバイト。バイトをしなかった場合はマップを選び直しができますと。なるほど。働けるところはカラオケですね。あー、ちょっと今は大丈夫ですね。金が枯渇してきたときに、てか1万円がどれくらいの資金力なのか分かんないですけど、じゃあ対戦グッズマートちょっと見てみましょう。どうせ買わなければ大丈夫だよみたいな感じになると思うんで。何も売買しなかった場合はもう一回移動できますと。ガンダーロボのプラモ。矢部くんの調子が上がります。3000円。カットビバットが1万2000円か。全選手にパワーヒッターがつくってすごくない。全選手っすよ。全選手にアペヒカつくとか、いやー、すげえな。1万2000円か。まあ、それなりにしますね。全投手に勝ち運がつく。あ、勝ち運は何気にね、試合をやる上では有効ですからね。で、ロックオンレベルが上がりますと、スケスケゴーグル。あー、いいね、スケスケゴーグル。1試合のみか。1万5000円。まあ、ここら辺が売ってますと。あ、ここら辺自動ね、オートになると。補給自動化、補給操作って何？走り、まあ、ここはわかるけど、補給がわかんないな。まあいいや、ショップはこんなもんですね。じゃあ練習しますか。練習場で。筋力11、技術11、精神11、臨床11。矢部の経験値が上がった。あ、いいね。5000円のぼったくりにあったんだけど練習したら金を取られた。
こういう施設なんだからさ、招待客はタダで使わせてよ。思わぬ場所で思わぬことがあるかもしれないと。コンボイベントがあるんだ。コンボと表示されますと。お、なぜかピケチ。ムード丸が手に入った。やべえ、スキルゲーマーがついたって。固有のスキルを持ってますと。なんかこれも重要そうだ。あ、せっちゃんだ、せっちゃん。ゲームセンターやってます。行こう、すぐ行こう。いや、そのうちじゃない。すぐ顔出そう。もうせっちゃん大好きですからね。せっちゃんは本当お世話になってるよ。大会2日目。予選ラウンドの開始。4勝。なるほど。なるみゆうと。お前、なるみ、なるみじゃないか。なるみだって？ほんとだ、なるみゆうとだ。全国大会の優勝投手だ。キャー、なるみくんよーって。やばいな。ニカミックス、あっちに行こう。え？逃げるぞ、追いかけろ。いいな、有名人って。捕まったらサイン攻めだからなって。ウルトラスーパーピッチャー、公式以外なら負けたことあるけどなって。招待選手、何の実績もないお前が招待されるんだ。それは確かにわからんな。だけはすごいね。小6まで一緒だったんだ。え、練習だ。いや、もうこう体力ゲージ的なのはないよね。じゃあ練習しよう。ピン賞が上がった。予選突破まであと4勝。4回試合するのか。まあ、じゃあ早速、あ、てか能力上げよう、ちょっとでも。あ、弾道はね、上げときたいよね。もう技術がなくなった。ホームラン持ってけるか、これ。パワーいい、欲しかったけどな。まあしょうがない、とりあえずこれでいこう。あ、ムード丸を取っておくっていうのもよかったかもな。予選ラウンド開始。大会のルール、3つのラウンド、4戦勝ち抜きの予選ラウンド、負けたらおしまいのトーナメント、メイングラウンド、メインラウンド、最終ラウンド、決勝か。予選は4戦勝ち抜き、2つまで負けても OK と。あー、9回終了時特別延長、1、2塁に走者がいますと。引き分けは敗戦か。コールドはありませんと。どのグループに参加する。あー、そうなん。グループ、クリアするとグループが増えていきますと。難易度別、初級で3グループ選択できるのっても、あ、そうなんだ、なるほどね。 A より B、 B より C の方が対戦が強くなると。勝利時に、あ、いい選手がスカウトできると。なるほどね。はんはんはん。A グループ参加チーム、パワフル高校、バス停高校、イレブン高校、河川敷ミラクルズ、ラグナロク、合格か。まあ A グループしかないからこれでいきましょう。投手だな、やっぱりちょっと投手を固めていかないといけないから。予選ラウンド第1試合、パワコー、バス停前、田中山か。イレブン効果の水木ちゃん、これなんだっけ、キャッチャーの人ですよね。で、日野で、極悪のガイドウだっけ。どうしようかな。先発をちょっと任せられるスバルを取っていきましょう。スバル、宇戸、小田切が取れますね。パワフル高校、あ、自分たちのパワフル高校なんだ。いや、ミカミックス、僕たちも追いかけてきたぞ。スバル、いや、これさ、パワフル高校でさ、エントリーした方が良かったんじゃないか。そう、確かにね、スバルね、打たれ強さ三角なんで、もうマジ炎上するんですよね。ロックオンバット、どうしようかな。1試合目で使っちゃうかどうするか。まあ自動君はとりあえず今回なしでいきましょう。アイテムはなし。
よし、ピッチャーのやる気が上がってくれてんのは助かんな。え、シャイボーイって何？スタメン投手急速に、野手ミート5パワーがそういう子いいね。何シャイボーイってメンバーボーナス発動、シャイボーイ発動中。なんでシャイボーイだと能力上がるんだ。西の野球大会が遥かなる時を超え、ついにパワフルベースボールクラシックとして復活しました。まずは一塁側、情報が全くありませんが、チーム名はヒーロー、対するはどこにでもありそうな平凡な野球部パワフル高校。しかしこの星すばる選手に私何かを感じております。さあ、パワフルヒーロー対パワフル高校、初戦はどちらが取るのか。パワフルベースボールクラシックが今開幕です。ちょっと操作説明、球種はこうでしょ、で野手もこうでしょ、送球するときは、各ボタンに対応して R が中継と、ここだけ戻るとよし OK、スライダーとシュート、下が能力系の画面ですね。で、ネクストバッターサークルが小田切り3番欲しいみたいな感じで、よしやっていこう。さあ、うわ、これを箇所満載のゲームが今始まりました。 3DS でやるのか。1番バッターが打席に入ります。てか、うわ、これむず。投げました。コーナーとか、コーナーとかマジ狙い分けらんです。わずかに外へ、バットを出しません。ボール、カウント2ボール。てかコントロールがあれかな、どういうコントロール制度になってるか。てかフォアボールなぞこれ。アウトコース低めストライク。どうする、スライダー結構ねずれるんだよね。打ちました。怖い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 。次が7球目、投げた、インコースのボール、逆方向へ。ピッチャーに多く球数を投げさせています。スタミナないんだからさ、やめてよ。オッケー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 。さあ、欲しい、すごいか。まあ、ある程度はさすがに自動で進んでいきますね。よーし、いいとこ決まった。ちょっと一回高めで。バントしました。あっと、勝負ライになった。ファールボール。おっと、すっぽ抜け。嫉妬が多いな。余計な力が入ったか。打たれた。やばい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 。後ろに抜けちゃったよ。中継を入れよう。いや、これさ、絶対点入れられるよ。さあ、4番が打席に入ります。まっすぐ空振り。これ打たれたら終わるな。ストレートよしよしよし。少し気遅れしたか。ちょっと様子を見て。先制のピンチ。ワンアウトランナー二塁。スライダーを。よーしナイスだ。うど。勝負どころで踏ん張っています。うどはパワー B か。第9投げました。多分レベルが低いからね。ストライク。ちょっと高め。で低めの。よし、これちょっと外そう。あはは、外れなかった。危ない危ない危ない。これ操作むずいわ。スギー DS。よーし、攻撃だ。やってこう。矢部くんに頼むぞ。まずは初球。これはちょっとミート普通に開いていこう。まずはミートカーソルのね大きさに慣れないといけないんで、これは低めで入ってくるか。これはボール。第4球は。これスタドラか。ちょっとスタードライブ打てないな。これもボールでしょ。これはシンカーか。ムムム、これは入っていた。これは外れて、スタードライブを結構投げてくるね。これから3球目、スライダーはボール。第4球を直球空振り、勇み足なスイング。早かったか。さあ、次は何を投げてくるか。意外に変化球。さあ、どう投げてくるね。タイミングが合わない。さあ、ミカミックス、もう一発狙っていこう。ツーアウトだし。勝敗やいかに。第3球は引っ掛けた。これは走れ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 。全然ダメだ。スリーアウトチェンジ。これスティック操作めちゃくちゃむずいぞ。慣れるまでに時間がかかるな。投げました。スライダー空振り。少し迷いが出たか。アウト。いいとこ投げたね。ちょっと外そう。見送ってボール。で低めのストレート打って外す。ボテボテの当たりはサード。
ボールを掴んだ。うわ、内野安打を決められてしまった。内野安打か。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。これはアウト一つ取ってこう。初球から送ってきました。これが小フライになってファウル。お、もうバントの構えはなくなったと思ったらバントしました。あっと小フライになった。ファウルボール。空振りを誘う。初球見送ってボール。カウント2ボール2ストライク。ちょっと待って、ライナーだ。セカンドへ取れない。二塁セーフ。ヒットを打たれます。ヒーロー確実に決めてくるね。投げた。初球から送ってきました。ピッチャーの左へ転がした。ほら、アウト。とりあえずアウト一つ決めてきます。ヒーローピンチが続きます。ちょっと待って、これはセカンド。うおお、頭抜けた。ヒーローズ1点入れられた。タイムリーを打たれちゃいました。今のさあ4番が打席に入ります。4番投げた。4番って言ってもね、ストライク。今のストライクになるんだ。これは見送ってボール。左だとまた画面が違って、スタートライブ入れてきたか。カウント1ボール2ストライク。ストレートはボール。カウント2-2。スタートライブ、スタートライブはそんなに曲がらないね。これはよし、フォアボール、いいよ。先頭バッター、さてどうする。ちょっとインサイドストライク。 あれ入ってくるんだ。これはボール。ストライクゾーンがまだ慣れないな。初球ストライク。いや、これカーソルマジむずい。さあ次は何で来るか。打った。ファーストの右。やばいやばいやばい、ゲッツーになる。うわー最悪だ。打席には7番バッター。変化球。このね、微調整がねすげえむずいんだよね。際どいとこ投げてくるな。またこれ一つ外したボール。先頭は出られません。ヒーローズ追う展開、迎える3回です。打席には9番バッター。打ちました。初球これは、あ、でも守備がしょぼくて助かったな。ヒットだ。ヒットになった。さあやべえ、チャンスバッターだぞ。どうせこいつのチャンスを迎えます。バッター思わず体を背けた。第2球を投げました。内角高め、空振り。タイミングをワンテンポ遅らせないとダメか。ストレートに対してはサクスケの感覚で打ちました。惜しい。三塁線は早く振りすぎちゃうな。ゲームが変わるとね、タイミングも変わるんで。ほら、ひどい言われようだな。よしよしよし、とりあえずノーアウトで満塁か。だからツーアウトで満塁。さあキャプテン、キャプテン、関東の王子様、期待がかかります。おっ、ナイスな当たりが飛んでいる。あ、よかったよかった。守備がしょぼくて助かった。ほら走れ。アウトになったけどとりあえず2点は取ったぞ。いやこれ本当守備に助けられたな、逆の意味で。追う展開、迎える4回です。1番バッターが打席に。これどこどこどこ。センター前進。よし OK、 ナイス。やべえ、二塁はどうか。これで2アウト。いやーマジでね、守備オートにしたいなこれ。第9を投げた。でも守備オートにしたりすると経験点下がるのかな。これは見送ってボール。最初はねまずやっぱりねバッティングで打てるようにしないといけないんで。カウント2-2。それだな。打ちました。あれ待って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 、今ねちょっとね交代しちゃったんですよね、打たれた時に。さあ、スーバルか。スマートに打席に立ちます。スタミナがそろそろ投げましたな。9位のアルツ9。バッター動けません。さあ勝負してくるのか。え、さあ勝負するっしょ別に。打ちました。セカンド。一回中継挟む。さあそれで、いやこれね打たれると無理だな。守備がどうにもならん。三振を取っていくしかない。ストレートはボール。投げた。おお、怖い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 、危ない。体に近いところ。打ちました。ショート。反応ができない、反応が。追いつかれました。2対2。これどうする、ピッチャー変える？ウドか。タイム。トシ交代。変えよう。野々村くんでいこう。頼むぞ。フォークとカーブ。さあ1球目投げた。いきなり突っ抜け。投げました。
ちょっと待って。抜けたボール。力みすぎてしまったか。で落として。打った。で、ちょっと高めの。よーし、オッケー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 。同点で迎える4回です。打席には5番バッターが入ります。第2球、ノーアウト1塁か。引っ張った。あ、惜しいな、これな、フェアになってればな。インコースのボール、サードハーフライナー。これでワンアウト。6番バッターが打席に入ります。投球これから2球目。打ちました。切れていきます。やっぱまだ早いな。次はどう攻めるのか。これはスタードライブ。出しません。ボール外れた。ボール2、2、平行カウント。打ちました。これはどうぞ。小田切、あ、危ない危ない危ない。小田切は守備がいいからね。安打を放ちます。今勝敗からな、能力が基本的に。インコース見送ってストライク。第2球はインコース引っ張った。惜しくも一塁線切れて、一気に追い込まれたな。直球見送ってボール。多少ね、守備がザルだったとしても、打って点を取り返すのは全く問題ないんで、やっぱりね、まずはね、打てるようにならないとな。よーし、ナイス。さあ、8番。こっち警察の力最悪だな。ボール外れた。これは完全にボールです。まっすぐ空振り。まあ犠牲フライで1点を狙っていくか。高め。おっと、すっぽ抜け。余計な力が入ったか。ちょっとちょっとちょっと、まさに閉鎖だな。お、ホームはボスアウト。お、危ない危ない危ない。では改めて、打席には9番バッター。投げました。ストレートはボール。これは外れます。じゃ FFF とかみんなしょぼいよな、能力が。ストライク。第3球投げた。ストライク。スタンドラ追い込まれています。打った。宇宙船のフライ。ヒットになります。よし、とりあえず3塁ランナーホームイン。1点。成功。相手の、ね、守備も弱いからね。お、降りたか。この打席は何を見せてくれるのか。てかまだ4回か。結構長いね。打った。ボール振っちゃった。メスカバー取ってアウト。これで3アウト。いや、これ全部終わらせるとなると相当時間かかりそうだな。打席には7番バッター。バントしました。ピッチャーの左へ転がした。まあ、アウト1つと。送ってきました。ヒーローズ同点のピンチを迎えます。第2球は空振り。よしよしよし。第3球は投げた。直球見送ってボール。2-1バッティングカウント。打った。打ち上げた。横のフライになりました。これここか。危ない危ない危ない。打席には9番バッター。フライですら危ないからな。ストレートはストライク。カウント1ストライク。投げました。これはボール。完全なボール球。打ちました。これは取れないか。ワンボールツーストライク。よーし、オッケー。ナイスだ。最後は全身全霊で。打席には2番バッターが入ります。初球を打った。レフトへ持っていった。ナイスナイスナイス。これになります。あー、走れないな。いいバッティングを見せました。自分の足もしょぼいからな。ではさあ、三上ックスの番だよ。関東の王子様。関東の王子様。真ん中決まってストライク。さあ外してくるのか。打った。ショートの右。いやー、よかったよかった。ボールは中継。ヒットを放っています。さて4番。さあ4番が打席に入ります。4番はもう強振でいこう。投げました。どうだ。よしよしよし、走れ走れ走れ。センターの後ろワンバウンド。ヒットになった。ヒーローズ。いいね、さすが4番。それでは打席には5番バッターが入ります。さて、どんどん打っていこう。落ちる球見送ってボール。ちょっとずつ慣れてきたぞ。ちょっとずつストレートには対応できるようになってきたかなと思ったけど、全然対応できてねえし。これ入るのか。次は何で来るか。ライト空振り三振。気合負けしたか。打ちました。初球打ち。きっと三塁ランナーホームに向かう。三塁ランナーホームイン。ナイス。ヒーローズさらに1点追加。オーケーオーケーオーケー。 ある程度いくと試合が進んでいくね。なんとしても得点を上げたい。さて最後、ウド。ちょっと待って。あっぷんね。ここでバッターは今日2三振のウド。ウド、さすがだな。2三振でめっちゃ振ってくるな、こいつ。ものともしません。
高速スライダーが全然回んないな。投げた、アウトハイ決まってストライク。落ちるボール、最後は空振り三振で仕留める。なんかストレートはもうなかなかいいところにはないなんだけど、打ちました。危ない危ない危ない。さあ7球目、やばい、おお危ない危ない危ない。よし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 、ボール球を振ってくれた。よーし、勝ったぞ。勝利しました。パワフルヒーローズがイエーイ、女神は彼らに味方したよ。こいつは何やってんの、まずは1勝です。悔しがってんのか寝てんのかと思った。お前何寝てんだ、スバル。ここでヒーローズキャプテンが敗者に歩み寄っていきます。昨日の敵は今日の友、大きな目標に向かって競い合った者たち、今称え合っています。いや、何このポーズ。本当に胸が熱くなるゲームでした。矢部くんセクシーポーズだな、うふうみたいな。初戦の模様実況熱盛胸アツでお届けしました。次も目が離せないゲーム展開になることを期待しましょう。いや操作が難しいね、やっぱり。なんだかんだで6対2と、経験点はこんなもんか。変化球ポイント入るんだ。賞金か13,200円、結構リアルな数字だな。矢部くんがあと2でレベル上がるな。ハートの弱さが出たでやんすねってよしよしよし、スバルを獲得したのはでかい。3点以上で1人スカウトかの、ああ3点以上か。スキル効果で1人スカウトかの、の3つで最大3人。あ、なるほど。あれ ?1 番目ってなんだっけ。あ、キャプテンが強制加入。スカウトできるヒーローがいない場合にはスカウトできませんと。ってことは3点差ついたから、もう1人できるのか。ウドはね、ちょっとね、ミートが低すぎるな。小田切、遊撃士としてね、雇いたいんだよね。選手データ、早球 B。多分守備職人覚えると思うんだよね。ちょっとね、二遊間はやっぱりね固めたいんで、小田切を、雇いましょう。さすがミカミックスさんよし、設定し直しますか。ベストオーダー、まあお任せしましょう。小田切が2番ですねてかさ、こいつライトに入るのまあいいけど、スバルピッチャーじゃないの、しかもスタミナ F しかないんだ、レベル1だと。いやマジか、とんでもねえ弱さだな。ちょっとレベルが上がるまでは危険かな。タイピンがね F だからね、ここまで弱いのか。スタミナ D とかはあってほしかったんだけど、いや弱いな。能力アップさせますか。まあさせましょう。パワーは E にしておいて、ミートを E にすると、で特殊能力ムードとか取れれば取りたいけど、こっちか。野手は1だと精神が足んないのね。ムード丸があるとね、またみんなの打力が上がるんで。試合後に毎回能力アップ画面を呼び出しますか。これはいいや、試合が終わった後普通にやればいいんで。あ、4畳住みかだ。よろずや、何でも売ってる。おお、なるほどね。大会3日目。昨日は勝ててよかったですねと。なるみゆと。おお、ほっとしたよ。いや、ほっとしたよ。勝てて当たり前だしなとか言われても。なるほど。てかさ。こいつもあれじゃん、負けず嫌いだな。うちスバルも負けず嫌いだからね。あの最後の試合って何。いや分からんよそんなの。絶対に勝ち上がってこい。嫌だって何もう当たり前に勝ち上がっていきましょう。あ、へっつら。はい、というところで、これ1回
回の動画でちょっと1人作りきれるかっていうと微妙ですね。まだ1試合しか終わってないですからね。なんでまあ一選手にもしかしたら何回も動画が分かれちゃうかもしれないですけれども、とりあえず第1回目はまあ1試合目が終わったということで、これで終了したいと思います。じゃあ次は、2試合目をやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。